聞いて、感じて、考えて、よかった。私の声がまだあなたに届いてくれて。聞いて、感じて、考えて。こうして地上で言葉を交わすのは初めてですね。クリスタルに導かれし、光の戦士よ。第一世界での旅を終えたあなたにはそう言われるのではないかと思っていました。あなたが見て聞いて触れてきた通り、私はハイデリンは古き蛮神です。古の時代、終末の最悪を退けるために作られたゾディア、そして私はそれを制する者けれど、あの時代を取り戻さんとする者の強い願いによってもう7度ゾディアークの統合を許しています。そうしてかの神が力を集めるほど私は急速に摩耗していく。もはやあなたの意識を狭間の領域に呼ぶことさえ叶いません。それでも今回だけはどうしても伝えなければならなかった。あなたたちは私に導かれずとも己の意志で星の過去を受け止めました。もって私とあなた二つの時間が交わりかけています。だからこそ始まってしまうかもしれない星と命をめぐる試練、運命を決するための大いなる戦いが。あなたがこの言葉の意味を知るとき、過酷な試練を超える力をその旅路のうちに得ていたのなら、遠い遠い時の彼方で交わされた約束を果たしましょう。さあ、起きてる奴は前方をご覧あれ。目的のシャーレアン本島が見えてきたぞ。お行きなさい。どんな時だって旅人は新天地に目を輝かせるものよ。とまたすぐに会いましょう。お前も察しているだろうな。この戦い、おそらく皇帝が負ける。だからお前を召し上げに来た。正直やり方がどうかと思うことはあるが、その知識と技術は私たちですら一目置くほどだからな。お前がつくべきファダニエルの座もちょうど空いている。
みすみすこの国と心中させるくらいなら同志として迎え入れよう。クリスタルタワーの方にはお前のクローンでも送っておけ。そして確かめるがいいだろう。この先に何が待つのかを。ありがとう。驚かせてごめんなさい。大丈夫、この子の体はすぐに返します。第一世界を光の氾濫から救えなかったように、私だけで物質界に干渉するのは難しい。先のような現代では言葉を交わせはしても花に魔法をかけることすら叶わないのですけれど、命の帰る場所、正解のことならば、思うがままとはいきませんが、多少は手が届きます。第一世界で全ての力を託し終えたミンフィリアの魂を救い上げ、今はここ原初の海に。優しいあの子には故郷で穏やかに眠ってほしかったのです。そしてもう一人、そのものに行き着くかどうかはこれからのあなた次第。花を携え歩みなさい。願う場所へ、望むままに、信じて。それは道しるべであり、あなたを、人を試すもの。暗闇のうちに喜びを探すのです。絶望に目を凝らし、悲しみをかき分け、前へと歩み続けた者だけがその真なる輝きを得る。どうかみんなと結末を照らして。Oh.
はい、到着。ここがお目当てのエルピスだよ。おや、あなたは直接いらっしゃるのは珍しいですね。何かご用事ですか？うん、ちょっとね。しばらく滞在させてもらうけど、問題ないかな？ええ、もちろん。通例通り外からの来客者だとわかるよう仮面は外していただきたいですが。身元など仮面をつけたままでもすぐわかるだろうに。まあ君の場合はね。だけど規則には従ってあげないと彼らが困っちゃうよ。これでいいな。ご協力ありがとうございます。どうぞお進みください。ねえ君、それ、見えてるでしょ。見えてない。私には何も見えてない。そんなわけないでしょ。ほら、薄くてちょっと分かりにくいけど、魂の色がアゼムとすごくよく似てる。もしかして彼が作ったものかな。使い魔だとしたら魂持ちなんて珍しいね。知るか。あいつ関連なら厄介だ。似て異なるものならさらに厄介だ。結論、関わらないに限る。さあ、行くぞ。何か訴えようとしてるみたいだけど、これじゃあ会話もままならないね。君、少し存在を補強してあげなよ。どうせ魔力余ってるでしょ。人を何だと思ってるんだ。もちろん善良なる親友だと思う。こうして遠路はるばる付き合ってるんだから、頼みの一つくらい聞いてくれるに違いない。おい、目を閉じていろ。さもないと言おうぞ。もう目を開けてもいいぞ。待って、ちょっと大きくしすぎじゃないかい。比率としては自然だろう。
もっと小さくしても構わないが。いや、いいんじゃないかな。ということで、はじめまして。私はヒトロダエウス、創造物管理局の局長さ。隣にいるのがエメトセルク、正真正銘14人委員会の一員だよ。君の名前は？言葉わかるかな？いいね、会話ができるなんて優秀だ。私もそう呼ばせてもらうとするよ。それで君はどこから来たの？あれだけ不安定だったんだ。ここで想像されたものではなさそうだけど。わからない、あるいは答えられないのかな。よし、じゃあ質問を変えてしまおう。君はどうしてここへ？何をしたいんだい？驚いた。私たちと同じだなんて。ねえ、やっぱりアゼムの使い魔なんじゃない？本当は一緒に来たかったとか。もしそうだったら自力で乗り込んでくるだろう、あいつの場合。おっしゃる通りで。失礼したね。私たちは魂の色が見えるんだけど、君のそれが友人の色によく似ていてさ。加えて目的まで一緒だったものだから早合点してしまったんだ。私たちはここの所長であるヘルメスと話をしに来た。加えて彼の働きぶりを知るためエルピスを見学したいんだ。厳密にはそれはエメトセルクの目的で、私はただの案内役なんだけど、仕事上ここには何度か来たことがあるからね。ということで、よかったら君も一緒に来ないかい？勘違いのお詫びに案内するよ。おい、そんな素性も得体も知れないものを公務に連れて行けるわけがないだろう。いいじゃない、怪しいと思うなら余計にそばに置いて見ておかないと。それに不思議な生き物を連れているなんて、ここじゃむしろ当たり前さ。ようこそ創造生物たちの実験場、空の果てのエルプシへ。この気配、ヘルメス、地上から誰か来たみたい。さて、どんな事実が待っているやらだ。
君は…見つけられたんだね。ヒュトロダイウスか。会うのは久しぶりだ。そうだね。職場同士はしょっちゅう連絡し合ってるけど、今日は君に会いたいって人たちを連れてきたんだ。14人委員会のエメトセルクだ。お前が所長のヘルメスで間違いないな。ああ、ヘルメスだ。アーモロートからでは遠かっただろう。まあな。だがエルピスの用途を思えば仕方のないことだ。こいつに案内役を頼む羽目になったのは不本意だがな。失礼しちゃうな。私はいつだって善良な友人だというのに。それからこちらがさっきプロピュライオンで拾った。あて、なんだか懐かれてるね。そっちの青い子はヘルメスの使い魔かい？彼女はメーティオンという流星を意味する名だ。へえ、随分と構成するエーテルが薄いんだね。これだとあまりに脆い気がするけれど、創造物管理局にも届け出てないでしょう。イデアを見た覚えがないや。彼女は自分の個人的な研究のために創造したけれど、まだ成果を得ていない段階だ。だから申請できていないが、いずれは伺うつもりでいる。その時はよろしく頼む。了解。確かに君はここの所長であると同時に飛行生物創造の第一人者だからね。こだわりもあるんだろう。申請のんびりお待ちしているよ。それも結構なことだが、こちらも仕事の話がある。私が来た時点で概ね察しているだろうかな。承知した。ひとまず奥の館で待っていてくれ。自分も観察対象たちを造物院に返したら。ん？ヘルメス、どうした？アンビストマが一匹足りない。うむ、その子たちと同じエーテルなら、あっちの方向、敷地の外にいるみたいだね。それも木の上だ。
木に登ったのか、あの手足で。ミトロインが空を泳ぐ魚を作ってから、水生生物に浮遊能力をつけるのが流行っている。アンビストマもわずかに、頑張れば木くらい登れる。だが降りられないのかもしれない。残りのこいつらは。ここは手分けをするとしようか。すまないけれど、ヘルメスを追って手伝ってあげてくれるかい？残りのアンビストマは私とエメトセルクで見ているよ。ヘルメスに指定されたのはここで間違いなさそうだな。だがお前はダメだ。同席はさせられない。やましい話じゃないが、人の今後を左右する大事な話だ。どこから来たのかも言えないような奴に聞かせられるものか。なんだ、食ってかかる気か？だったらその事情とやらを明らかにしたらどうだ。納得できるものなら協力するぞ。自分は彼に同席してもらっても構わない。ヘルメス。だがこいつはメーティオンに気に入られた存在だということは、自分にとってどんな言葉で論じられるよりも信用に値する。それに第三者がいてくれた方が冷静でいられそうだ。わかった。お前の意見を尊重しよう。静かに聞いているんだぞ。それで話というのはやはり。ああ、ファダニエルが座を降りることを決めた。後任としてお前を推挙している。
14人委員会としてもお前の実績と深い知識を買ってその提案を受ける方向で動いている。あえて面識がない私がここに来たのは公正な目で近況を確認するため、そして何よりお前自身の意思を問うためだ。現ファダニエルももともとはここの所長だ。公私ともにお前と親交があったと聞く。座を譲りたいという旨も何度か話をしていたそうじゃないか。だから予測がついていたんだろう。そうだ、私がなすべき仕事を終えるときにはお前を襲おうとあの方は何かにつけておっしゃっていた。とてもじゃないが喜んでいるようには見えないな。それほど14人委員会の名を背負うのが嫌か。いや、そうじゃない。そうじゃないんだ。委員会に推挙してもらえたことは光栄に思う。研究ばかりの自分には過ぎるほどの申し出だ。だが現ファダニエルが座を降りようとしていること、それそのものが割り切れない。やはり彼は星に帰るのだろうか。そのつもりだとは聞いている。過去に14人委員会に属した者もほとんどが退任とともに帰っているしな。星に帰るは死ぬのこと？おや、珍しいね。エルピスではそう呼ぶ方が主流なのかい？その言葉を使う人は滅多にいないと思っていたけれど、我らは星の意志であり細胞である。この命こそが星に流るる血の一滴、おの神のごとく星を育め、それが私たち人の役割だよ。星を良くすることでそこに生きるすべてのものが幸せでいられるようにするわけだね。みんなそのために知り考え作り出してきた。おかげで原初の頃は荒々しかったという星はこれほどまでに穏やかに優しいものになった。星に帰るというのは、そうして星を育んだ者にこそ与えられる選択肢だ。大いに生き、己のやるべきことを果たしたと思った時に、人々はそれを選ぶ。最後の瞬間はいつだって、それは美しいものさ。14人委員会に加わった者とて、その流れからは逸脱しない。ここで存分に役目を果たせたら、まさしく帰るにふさわしいと多くの者は考える。私たちの座はついた者にとって命数と同義だ。ごく一部の例外を除いてな。ファダニエルが帰るのを認められないのは、彼の功績がそれに値しないと考えているからか。知らないわけはないと思うが、あの誤信は多くの素晴らしいイデアを生み出した。こと新たな動物を作ることにかけてはな、エルピスでの経験を生かしいくつもの種を生み出したものだ。もちろんそれはよくわかっている。自分はただあれほど偉大で命を知る人であっても、やはりそうして終わりを選ぶのかと。不甲斐ない、こちらの動揺が彼女にまで伝わってしまったようだ。同席を進めておいてすまないが、少しの間彼女を連れ出してやってはくれないか。
気分転換をした方がいい。見事なものだろう。アンペロスという最近観察を始めたばかりの創造生物だ。少しいいか、経過を聞かせてもらいたい。この花はこの施設で作られたんだ。それでエルピスの名を冠している。昔ここに美しい花を作ることを愛している職員がいた。彼女が試行錯誤するうちに偶然生み出したのだという。面白いのは何といっても周囲の心を映してまとう色を変えるところだ。とはいえ、ここでも地上でも限りなき純白をまとっていることが大半だが。へえ、人の心を映す。それってどういう仕組みなんだい？世界にはエーテルとはまた異なる思いが動かす力というものがある。自分たちがエーテルを自在に操るように、この花はその力を受けたり作用させることができる。とはいえ、花自身には明確な意志がない。だから
周囲の感情によって動いた力を受け、それを色や輝きといった現象に変換しているんだ。アーカーシャはラザハン式の錬金術に存在する概念で、目には見えない力の一つよ。思いが動かす力なんて言われてるんだ。アーカーシャ、その呼び名には心当たりがないが、話を聞くに同じものを指しているように思う。自分たちはその力をデュナミスと呼んでいる。そしてエルピスの花のようにデュナミスを操ることができる存在、思いを自在に現象へと変えられる存在をエンテレケイアと呼ぶ。私もエンテレケイア。ああ、その子は世界で最初の意志を持つエンテレケイアなんだ。待て、エーテルとは異なる力、デュナミスだと。そんなもの私ですら初めて聞くが。無理からぬことだ。まずデュナミスは人に見えないし、感じ取れもしない。理論上は長らくあるに違いないとされていたが、エルピスの花が偶然創造されるまでは存在を実証することさえできていなかった。次にデュナミスはエーテルと比べてずっと弱い力だ。普通の状態ではエーテルに押し負けかき消されてしまう。だから自分たちのように多量のエーテルを有し、何につけてもエーテルを活用する生物はデュナミスを使う必要がない。まさに合ってない存在だ。ごく一部の研究者にしか知られていないのも頷けるだろう。なるほどな。しかしだとしたらどうしてお前はエンテレケイアを、メーティオンを生み出した。アーテリスはエーテルが特別に濃い星だ。それこそ名の由来になるほどに。だが宇宙全体で見れば、計算上全ての質量とエネルギーの 68.3% をデュナミスが占めると考えられている。エーテルとは比べ物にならないほど大きいんだ。それを自在に操れるとしたら、ゆるく流れる水では石を浮かせずとも、滝のように勢いをつければ岩をも削っていくように、デュナミスがエーテルに勝る力になるかもしれない。とは言ったものの、実のところ自分はそんな大それた目的を持っているわけじゃない。天を、宇宙を飛ぶものを作りたかった。そのために生涯では補給しにくくなるエーテルではなく、別の力を利用できるようにしてはどうかと考えたんだ。ああ、だからその子は極端にエーテルが薄かったのか。ご明察だ。あなたも薄いと感じる。だからエンテレゲイアの仲間と思った。違う？ほうほう、やってもらった身で言うじゃないか。
今すぐに戻してやってもいいんだぞ。素性不明のうっすら使い魔もどきに。エーテルが薄ければエンテレケイアになるというわけじゃない。だがデュナミスに干渉しやすくなるのは確かだろう。それが思いもよらぬ勝利や逆転につながるかもしれない。君の特性として大切にするといい。ああ、待たせたままになっていた。まだいくつか確認したいことがあるから済ませてくる。なるほど、そこか。お前はそのまま名教を追え。泉の中央にあるアズメヤに追い込むんだ。君ならそうするって思った。それでもあえて言うのなら、私に託されたものを投げ出すなよ。